決勝ラウンド8月20日から東京有明コロシアムで開催。 V プレミアリーグを連覇し、12年ぶりにアジアクラブ選手権で優勝した久光製薬スプリングスの祝勝報告会が本拠地佐賀で行われました。中田監督や選手、チームスタッフが出席し、会場に詰めかけた500人を超えるファンと喜びを分かち合いました。夜には優勝祝賀会が開催され、今シーズンのチーム目標アジアの頂点を達成したチームを称えました。 V プレミアリーグ、アジアクラブ選手権、世界クラブ選手権と長いシーズンを戦い抜いた久光製薬。しかし中田監督は、あと2年ほどで理想形のチームが完成すると思うと話し、早くもリーグ3連覇、さらには5位タイに終わった世界クラブ選手権へのリベンジを誓いました。チームの目標であったアジア1位を取るということに関しては、クリアできていると思います。次のシーズンに向けて、課題はちゃんときっちりと修正して、でもう一回世界に、挑戦すると、世界と戦っていくためにはこの3連覇っていうのはどうしても、達成していかなきゃいけないことだと思うので、まあ、また新たに選手たちと挑戦していければなというふうに思ってます。はい、全日本女子のキャプテン木村沙織が寝具メーカーのイベントに参加しました。トークショー初挑戦の木村ですが、終始リラックスした雰囲気。8月に開催されるワールドグランプリについて聞かれると、ワールドグランプリからまたぐいぐい日本の女子バレーをしっかり引っ張っていきたいなとも思ってますし、新戦術をしっかり練習していって、チームの形にしていって、しっかり結果を残せるように頑張りたいと思います。木村の活躍と全日本の新戦術に期待が高まります。全日本男子のアジアジュニアとです。いやわた、ワールドグランプリ2014決勝ラウンド8月20日から東京有明コロシアムで開催。さあ頑張れ、やった、で銅メダルを決め、一躍ヒロインになった迫田沙織26歳。学生時代一度も全国の舞台に立ったことはないが、メダルを獲得するまでに成長を遂げた努力を怠らない選手。最大の武器は身長175センチながら最高到達点305センチから打ち出される高速バックアタック。世界を相手に強烈なスパイクを打ち込んできた。去年は肩を痛め、ワールドグランプリには不参加だったが、11月のワールドグランドチャンピオンズカップで復帰すると、ウイングスパイカー賞を獲得。そして今シーズンは所属するトーレアローズでエースとして大活躍。 V プレミアリーグで日本人選手として10年ぶりとなる得点王の座に輝いた。さらにシーズン最後の大会となるフロア式では、優勝にはあと一歩及ばなかったものの、チームを準優勝に導いた。しかし、みんなと一緒に最後は笑いたいって思ってたんですけど、そういう結果を出し切れなかった。すごく悔しいです。全てが順調に見えた迫田沙織、あの時の涙は何を意味していたのだろうか。個人的に気持ちと体がマッチしてなくて、クロアチアが終わった時点では先のことは考えられないと言いますか、
考えたくないと言いますか、もう本当に何も全日本のことは正直考えたくても考えられない状況でした。身体考えるくらいの追い込まれてた部分はあるんですか。そうですね、すごいぐちゃぐちゃしてました。何も考えたくなかったです。引退すら考えるほど気持ちに整理がつかなかった。しかし今迫田は再びコートへ。また気持ちが踏ん張れない時期がきっと来るだろうなって自分で思ってるんですけど、でも今頑張ろうって思ってるので、足元しっかり見て一歩一歩進んでいってたら、その先が見えてくるんじゃないかって思ってるので、高い目標を見すぎるじゃなくて、私は本当に一日一日バレーボールを一生懸命頑張りたいって思ってます。また悩む時はきっとやってくる。でもそれを乗り越えるたびに彼女は強くなる。迫田沙織、決意新たに再び世界の大舞台で羽ばたく。この番組は久光製薬と